今日のこのフォーカス展に、鈴木さんを紹介推薦いたしました杉山です。今日よろしくお願いいたします。私は今紹介ありましたけど、長い間広告業界というか広告写真、それと新聞印刷物、企業関係とかですね、あとテレビコマーシャル、今現在もやってるんですが、それらの、企画制作をしながら、今日に来ています。今回ですね、鈴木さんを推薦した理由は2つあります。写真の表現力が非常に、今写ってますが、写真の表現力が非常に素晴らしいというのが1つ。もう1つはですね、撮影に対する心構えっていうか、我々プロであれば当たり前なんですが、そういう下準備が非常に素晴らしくっていうか、自分でも厳しくプロと同じような感覚で、今撮影に臨んでます。今日鈴木さんのその撮影スタイルとか失敗談とか、まあいろいろあると思うんですが、皆さんにちょっとためになるような話が多分聞けることができると思います。それでは鈴木さんの紹介からいきましょうか。はい、わかりました。私は鈴木ひろみと言いまして、先ほど紹介ありましたように、メーカーの方に長年、まあ、30年以上研究開発の方をやっておりまして、でちょっと、まあ、親の介護で仙台の方に移って、介護の合間にこのような作品を作っております。私はまあ、光センシングとか、あとバイオセンサーといったものをやってまして、レンズの設計とかそういったものもやっていたので、まあ、カメラの技術的な知識が非常にあるので、まあ、その知識を使っていかにこの OM システムのいろんな機能があるんですが、それをこううまく引きずり出して自分の作風に合うように使えるかっていうのを考えながら、まあ、楽しんで作品作りをしています。で、先ほど先生方からもありましたけども、 OM システムにはユーザーの、写真クラブというのがありまして、私はですね、湘南支部と仙台支部の方に所属しておりまして、今日も湘南支部の小越先生が来ていただいたんで、どうもありがとうございます。で、2年ほど前に仙台支部の方に、移りまして、その時に杉山先生とお知り合いになりまして、まあ、今回推薦いただいて、このような作品展ができるという流れになりました。はい、それではフォーカス展に選ばれた感想などちょっと感想です か。感想だぞ。これは確か正月明けに先生の方から電話が入りまして、で、ギャラリーで作品展やりませんかって言われたんですね。で、その時先生ちょっと勘違いなされて、ギャラリーの方だよって言って、50枚くらい準備してよって言われたんですよ、作品を。いや、50枚はちょっとって思ったんですけど、その後クリエイティブの方だっていうのが分かりまして、まあ、そうするとね、16枚くらいで済むという話で、あと新宿で個展がやれるなんていうことは、まずなかなかそういうチャンスは巡ってこないので、もうすぐに「はい、やります、やらせてください」と電話をいたしました。はい。はい、そうですね。この作品を選ぶにあたって、セレクトですね、構成、この辺はどうでした？セレクトなんですけれども、まあ私写真歴はそこそこ長いですね。小学校の頃からやってますので、歴だけで言うと半世紀やっておりますが、まあ、いろんなものを撮ってきたんですけども、ネイチャー系がやはり得意で、で先生のところに作品を持っていく時に、まあ、やはり得意なもので勝負しようと思って、風景と鳥とあと昆虫、この作品を大体その10年間くらいのデータね、これがまあハードディスクで12台ありました。まあ大変でした。 72TB ですからね。もう死ぬ思いでピックアップしまして、でなんとか500枚くらいにまとめて持ってったんですね。で、先生がこう画面でバーッと、まあ早い早い、すごい勢いで見てくれるんですよ。で、見た後に「鳥で行ったらいいんじゃない？」って言われたんで、で鳥の写真をまたまとめて、で大体それで200枚くらいになったんですよね。で、それをまたちょっとちゃんと現像し直して持っていって先生に見せたら、
こう自分がね気に入ってる作品とかね、そういうのをこう前面に出すんですけど、先生が弱い、いやーダメだね弱いよって言ってどんどん削るんですよ。で最終的に30枚に減っちゃいました。でその中で今回あのクリエイティブウォールってショールームの中なので、ギャラリーと違ってこうじっと見るっていう環境じゃないの で先生がとにかく摂間がいるような写真はダメだよ、で一目で見て足が止まる作品にしなさいっていう言われて、その中で絞ったのがこの14枚になります。この、いろんな鳥シリーズきっかけってのあります？きっかけはですね、ずいぶん前なんですけども、私がちょっと旅行した時に、近くに、まあ、ちょっとした山があって、で雪が降り出したんでちょっと雪と景色撮りたいなと思って出かけたんですね。そしたらちょうど小さい池にアオサギが来てるんですよ。でちょうどその作品、後ろ あの下から、右から2番目の作品なんですけど、でこれを撮ったきっかけになるんですけど、とにかく寒かったです。もう音が凍るくらい寒い最中で、で雪が降り始めた直後だったんで、まだ初めの頃は雪少なかったんですけど、それでもこの寒い中ね、こう首を縮めてあの耐えてるこのアオサギを見た時に、もう音なんか全然聞こえないんですよ。もう 雪のその吸収されてシーンとしてる中で、もうアオサギのその命のね鼓動っていうか心臓の音がこうドク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 って聞こえてくるように感じて、もうシャッターをずっと押してたのね。でずっと押してたのはいいんですけど、ずっといたがためにですね、初め足首くらいだった雪が膝下くらいまでなってて、で猛吹雪になって後ろ向いたら自分どっから来たのっていう世界になって、ちょっと危なかったんです。でこの時にこの写真からその鳥だけじゃなくてね、その寒さとか静寂とかそういったこのなんていうかこう言葉ではないようなものがこう溢れ出るような写真、まあ、私は鳥の景色と書いて鳥景写真って言ってるんですけど、そういうものが撮れないかなと思い出して、主に鳥を撮るようになりました。うん、あのこんな、こういう、こう撮影に対してどんなポイントっていうか注意？そうですね、あの鳥に限らないんですけども、あの、ね、ネイチャーの写真を撮ってる時はとにかくよく観察するのが重要ですね。うん、あの私なんかよく家の近くの川でずっと撮影してるんですけど、まあ、四季を通してどこにどんな木が生えて、いつ花が咲いて、いつ実がなって、いつ鳥が来る虫が来る、でそれが四季を通してどういう生活行動パターンしてるのかなっていうのをずっと見るんですよね。そうすると例えば次にその鳥がね飛ぶところはどこだとかね、あのよくさえずるポストに行きたいんだなとか思うと、そこにこう写真のねフレーミングして待ってたりとかして、その撮影するチャンスがねよく観察することで増えるっていうことがあると思います。うん、あともう一つはその準備なんですよ。撮影に行った時から始まるんじゃなくて、撮影は準備の段階から始まるって思ってます。例えばあの今回アユ漁の話を、あの写真を向こうの方に あるんですけど、じゃあアユっていつ上がるのっていう話になるんですよね。でこれってあの水温とか気温とか日照とかあと水の量とか、それによって上がってくる時間も場所も変わるんですよ。だからパッと行っただけじゃ全然上がんないよね、取れないよねってよく周りの人が言うんですけど、私の場合は1週間くらい前から気象庁のデータをバーって見て、それ水温気温日照で水の流れ雨どうだっていうのを見て、でどこに行くか、いつ行くか、何時頃行くか、であと広瀬川独特なんですけど、川の水が結構の農業用水の取水で変わるんですよね。なので私はあの土木管理事務所のモニターを毎日見てます。でモニターで堰の水の量を見て今日行くポイントっていうのを決めてます。この話をすると今回あのアユ漁をやってる方も随分来てくれたんですよ。そしたらアユ釣りやってる人間と同じだねって言われました。
つまり生態を知らないとやはりネイチャーの写真は難しいなっていうのが私の考えですね。はい、やっぱり習慣というかね、鳥 の、 習性をよく知って撮影トライしてるっていうことですね、うん、それからですね、まあ一応簡単にちょっと今回の写真展の紹介とか、まあ、撮影スタイルっていうか、そうですね、今回の、写真はですね、森の都の愛しき君たちへと題で、森の都という通り仙台の特に広瀬川近辺 の、 鳥の姿を写してます。で特に前半はさっき言ったように鮎が、天然鮎が広瀬川ね、市内のど真ん中の流れてる川なんですけど、この広瀬川に天然鮎が上がるので、その鮎を狙って今度サギたちがやってくるの で、 でそこでまあいろんなその姿見せてくれるんですね。鮎漁をやったり喧嘩したり、あと天敵が来たりとかね、そういう姿をちょっと面白いなと思った写真を主に集めてます。であと後半はですね、私は鳥を撮るときに背景、これを非常に重視してます。それで後半の方は水面の映り込みとか、しぶきの感じとか雪とかね、そういったものと、あと人工物もありますけど、組み合わせてどうやって絵面を作っていくかっていうようなものをまとめて展示しています。うん、鳥居撮影で今重要視してるっていうかポイントっていうか、またさらに、そうですね、はい、やはり鳥撮影の場合は気配を消すことです本当に気配を消すことです、ですね、それとやっぱり先ほど言いましたが観察ね、これはもうまず第一条件、うん、で行動予測で将来ルートをね見つけて飛んでいくってなんですけど、まず自分の気配を出しちゃうと絶対そばに寄ってくれませんので、私の場合は三脚なんかもボーンって立てないで、もうできるだけ小さく畳んで、自分は地べたに座り込んで、で私は岩とかね、キーって思いながらじーっと待ってると向こうからこう寄ってきてくれる。で初めはね、こう鳥を見てると向こうも見られてるのが分かるので、私はあなた見てないわよ、こうよそ見しながら近くに来るのを待って、で少し落ち着いたら撮影をする。で何でも撮ろうと頑張っちゃうと撮れないんですよ。で1枚でも撮れないと、あ撮れなかったってこう残念になってしまうことが多々あるんですけど、そうじゃなくて、まあ1枚撮れたらいいやくらいの心持ちで撮っているのがいいかなって思います。作品作りのポイントというか、先ほどだいぶ話したと思うんですが、自分の今回の作品作りのポイントっていうか、そうですね、まず撮影に行く前にどういう絵面を撮りたいかなっていうのを頭でこうシミュレーションするんですよね。例えば一番奥にある今回目玉になっている狙いすましてっていう写真なんですけど、詐欺がねよく魚くわえて立ってるっていうのはよく見ると思うんですけど、それじゃちょっとつまらないなと思って、鮎が高く上がったところを空中でくわえる寸前が欲しいと思っていくんですよ。じゃあそうするとどこに行ってどんな準備をするか、じゃあレンズは何にする、フィルターはいるいらない、三脚はどれ、レリーズはいる、事前にその絵柄に合った装備を持って行って撮影をする。こうするとやはり成功率が上がります。まあ準備してもね必ず撮れるわけじゃないんですよ。さっき言ったように撮れたらいいかなくらいの気持ちで行くのが重要なんですけどね、まずその準備とその何を撮りたいかを具体的に絵としてイメージするっていうのが私の作品作りでは非常に重要です。だから背景なんかもこういう背景で撮りたいと思っていい枝があったらそこで待つんですよ、鳥がいなくても。で来てくれるまで粘る。まあ空振りすることもありますけどね。まあそんなところが私の鳥撮影のスタイルですかね。今回ずっと、撮った機材に関してどうですか？機材はですね、私が言ったように
とにかく私の撮り撮影って気軽に行きたいって、もうね、昔どっかのメーカーみたいにこう大砲で、ね、バズーカって言われる大砲レンズとか、それに見合うねでっかい三脚ね、 J 社みたいなね、そういうのとかは、あとまあ変わった鳥が出たよって言ってみんな車でバーって行くとか、そういうことは一切やらないんですね。とにかく私は歩いて行ける範囲で常に見る鳥を撮るっていうのが私のスタイルなんです。ですから機材はとにかく軽くないとダメなんですよね、歩きですから。なのでこのオリンパスの、あー失礼、 OM システムの、カメラはですね、これで840相当なんですよ。 35mm 換算するとね、これボディが OM1 の初代、マーク2じゃないです、初代で、M 随行デジタル F300F4.0ISPRO、 あとちょっと大きく撮りたい時はこれに 1.4 倍のテレコンの MC14 で、あとあの両眼視で撮りを追うのでドットサイトの EE1 ですか、これが大体私の最初常に使うセットアップで、こんな感じで片手でね持てるんですよ。これをね他のメーカーで800相当持てって言われたら無理です。ですから これで普通に歩いて川べりを歩いて撮影できるので、私はこのねセットアップがとても気に入ってる。であと単焦点なんで、もう解像度が半端ないんですよ。ものすごく解像度が高くて、で抜けのいい画像が撮れる、まあこんな感じにね、ということで私はこれを常に使っています。先ほどもちょっと食事しながら話したんですけど、僕も自分もですね2003年にフル画像になって初めてデジタルに全部移行したんですね。でその当時の機材、まあ、全部揃えてやって作ってきたんですが、重くて長くて今言ったようなバズカっていうか800したらとんでもなく大きい長いし、でもそれが当たり前だと思ってずっと長い間やってきて、たまたまちょっと縁があって 3.11 の時ですね、オリンパスが全国、まあ、東北震災あった時ですね、全国のユーザーに、アピールして、東北の祭りをバックアップしようよということで、それで初めてオリンパスの機材を使ったんですが、使ってみたら意外にこういいなと思ってずっと今使ってるんですが、ただ一番しっくりいったのはプロ機材、プロレンズ、何年頃かな、ちょっとプロレンズが出てからね、かなり精度が良くなりましたね。プロレンズいいですよ。というのはね、センサーが今こう時代的にこういう非常に何て言うの、精度が良くなってくると、センサーの問題だけじゃなくてもうレンズも明るいし、非常に開放感っていうか結構 出てきます。長玉で手持ちで800でも十分撮れるんです。さっき言った多分何ミリなの、あれは一番今映ってるような感じの、大体これ 1.4 のテレコン入れてるので、35mm 換算で840で撮ってます。半分以上手持ちです。実際にね、自分も初めて、撮った時に1600、それもちゃんとしっかり1600mm でも十分撮れるんですよ、手持ちで。パソコンの方に入ってますけど、かなり撮りやすいです。で現在はだから今他社のカメラやめてオリンパスで十分、もう仕事で十分使ってます。楽なんですよ、軽いし精度がいいというか。それでしかも最近のマーク2かな、すごいピンがですね、 AI 技術っていうか精度が良くなって、微妙なピン合わせがねしっかり持ってくるんですね。これはねちょっとびっくりっていうか、普通意外にこう微妙にずれたりもするんですが、今の弾は、弾っていうか機材、ボディも非常にレベル高いです。ちょっとよくなりすぎですよね。我々プロからすると、想像つかないですよ、今まで。フィルム時代からやってきた人間からすると。
マーク2そんなにいいんですかね。すごい、あの私まだ初代なんですよ。なんかいや初代でもいいんだけど、それが、ね、そう言われると買いたくなりますね。かなりあの精度が良くなってきましたね、うん。それでは作品の方にちょっと早く作品の方に行きましょうか。じゃあ具体的に、うん、具体的な作品の紹介、ね、紹介しましょうかね。ですね、まずあの一番入り口にあったのはですね、これはあの全倍って800ミリかける600ミリの大きい作品を2点やってます。これはですね、一つはあのスローシャッターで、小イサギがじーっとアユが来るのをね待ってるような写真と、あとアユを捉える瞬間を撮った写真、これが瞬間だから静と動で、まあ、2枚組の組写真の形で、まあ、展示してます。でこの写真を先生に見せた時に、これは背景の迫力が非常に重要だよっていうことで、A3 じゃもったいないから大きくしなさいよって先生に言われたんですよ。でしかもプリントはインクジェットじゃなくて銀塩にしなさい。これブランド名とか言っていいんですかね。いいんじゃないですか。いいんですかね。まあ富士のクリスタルプリントがいいよって先生に言われて、ただパッと出すと大した現像してくれないので、ちゃんとプロラボ通しなさい。いや素人の私がプロラボですよ。いやびっくりしましたね。で、まあ、この辺はですね、OM さんにもちょっと手伝っていただきまして、そちらであのプリントして、でさすがにこの大きさをねテストプリントするのはお金かかるので、真ん中のねあの15センチ顔のあたりをこう等倍で全部印刷してもらって、それを送ってもらって杉山先生とチェックして、このくらいの仕上がりでいいなって言って、であの全部プリントしてもらってフレームもしてもらって、で実物見たのはですね、ここに搬入された当日なんですよ。だから来るまでの間どんな仕上がりになってんのかなってもうドキドキして待ってましたね。でも見た瞬間に杉山先生の言った通りにこれにしてよかったなって思いましたね。全然迫力違いましたもん。あのこれの場合はクリスタルの場合はあの帯状で言うとちゃんとやってくれるんですね。ですから仕上がり状態が完璧に見えちゃうんです、間違いなく。だから人間の特にあの皮膚感なんかあの明確にあの出してもらったりですね。だから今回も、一応ちゃんとテストプリントを見て、であのまあ厳密に言うと何枚か濃度の濃度トーンの違いを出してもらったり、でも今回もまあしっくりいったよね。いきましたね。なんかこうテストプリントでやるとこのゴイサギのね顔がすごい野生味が出てきて、非常にこういい感じに仕上がったんですね。インクジェットだとちょっとここまで出なかったんですよね、うん、でやっぱりいいなと思って。やっぱりあの繊細です、クリスタルは、うん、かなり繊細な出方って言いますよね、うん、でこれどういうシチュエーションかっていうと、もうアユがどんどん上がるんですけど、なかなか手頃なねアユが上がらないんで、ゴイサギがじーっと待ってるんですよ。でその待ってる雰囲気を出したくてスローシャッターにしてるんですね。でスローシャッターにするとよくあの滝とかね花いかだとか風景で撮ってるのがあるんですけど、ちょっと私天邪鬼なもんで胴体でもできんじゃないっていうことで試したんですよ。で後ろは綺麗に流しつつ、小石さんちゃんは動かない時間っていうのがどれくらいなんだろうなって言って、昔のその研究者気質が出てきましてですね、こうカウントしてねでやって、でこの小石さんぎのその目の動きとか足の配置、あと重心の位置、そういうのを見て今なら止まるっていう時にシャッターを押してこういう作品を作るということをやってます。あのこれの目眼球とかですね、くちばしとかよく見るとやっぱり野生のあの状況は非常にわかるんですね。だからこれあそこあのあっちのプリント、まあ、でかくしたプリント見るとセンサーが小さい大きい、今は時代的に関係ないですね。ここまで来ると関係ないです、うん、これ別にリサイズも何にもしてないんですよ。センサーのその生のデータだけでこの大きさまで伸ばしても
全くフルサイズに対して遜色がないので、うん、フルサイズじゃなきゃダメだよって言ってる人に見てもらいたいですね、うん、ちょっと時代錯誤かもしれないな、うん、かなり精度良くなってます。次のやつ、次はこれかな、うん、あ、これが今回のね、そうそうそう、写真展をやるきっかけになった作品で、これもやはりね、取りに行く前にというか絵面はこう頭で構成していったんですね。というか高く上がったやつを空中で捉えてほしい。で、当日行ってこう席をバーって眺めて、どの位置に上がるかなっていうのを見て、そこでまずカメラ三脚を据えて待ってます。画角を決めてね。で、ほどなくすると青さに来てくれたんですけど、こっちをってちょっと伺って寄ってこないんですよ。で、ちょうどこれ堤防がここら辺まであるんで、私はカメラはそのまんまにして、自分はもう堤防の下に隠れて、で、モニターをバリッと開けて下向けて、で、下からリモートのレリーズをこう握りしめながら近くに来るのを待って、で、アユ何回か飛ぶんですけど、なかなか高く上がってくれないんですけど、どうにか何回か待ってるうちに一瞬上がったんで、そこでもうシャッターをダーって押して仕上げたのがこの写真、うん、ここ意外にね、ポイントなのはしぶき、そう、この背景がね、うん、いいですよね。要するにね、音が聞こえる写真、一枚のペーパーの写真であってもやっぱり五感に感じるような写真を撮っていかないと、やっぱりこれだとかなり音が感じるっていうかな、ゴーッとすごい水の音、流れる音、またしぶきだから、一応主役はサギなんですけども、その脇役がアユだったりというより、むしろ助けられたのはしぶきですね。非常にインパクト強い写真になってます。私もこのしぶきはとても気に入ってますね。やっぱりこれがないとちょっと弱いんですよね、画面全体のイメージが。だからこれはよく自分でも撮れたなっていう待ちの時間が長かったですけど、ただこれも焼きっていうかね、データをしっかりやっぱりハイライトっていうか、どの辺までハイライト上げるか落とすかっていうか、その辺の肉作りの問題だとか、まあ、かなり鈴木さんもね、かなり言った通りしっかりできてるんですごいなと思いました。プロだったらまあ当たり前っていうか、よほどプロでも慣れてる人間だったら分かるんですが、自分の言ってるこう繊細なところをしっかり受け止めて、今回できたので素晴らしいと、これは褒めてあげたいと思います。ありがとうございますあ、先生に褒められた。じゃあ次ですかね、はい。これはね、笹鯉って言って夏繁殖のために広瀬川にやってくるんですね。で、この子ね、とっても頭がいいんですよ。で、これアユがどんどん上がってるんですけど、上がってるアユを取るのってやっぱり鳥でも大変なんですよね。なんで上がったアユが上がりきれずに下の岩に落ちてきたものをこの子は拾って歩いてるんですだからね、ここの多分よいしょ、ここに打ち上がったアユがいます。で、この辺に打ち上がったのを拾ってんですよ。いや、本当に頭いいんですよね。だから京都の方なんかにいるこの笹鯉は、その観光客のパンをもらったら食べずに池に落として、そのパンを食べに来る魚を狙って食べに行くんですよ。非常に頭がいい鳥ですね。なるほど。で、これもやっぱり背景のこうしぶきを出したくて、まあ、試行錯誤した感じですね、うん、これもね、しぶきの飛び方が非常にいいよね、うん、あとこのぬめり感というかね、水のぬめり感とかクリスタルっぽい感じになるようにシャッタースピードを変えたりとかして、いろいろ試行錯誤して撮りました、ね、これちなみにシャッタースピードってどれくらいだったのか。これ2000分の1じゃなかったかな、確か。あ、3200か、すいません。あ、そうだ、後ろのしぶきを出すんで3200にしたんだ。あれじゃないの、プロキャプチャーは撮らなくても大丈夫です。ではないの？ゆっくり拾ってくれるんで。
あの構えてターゲットを置いてちゃんと取れます、うん、あの慣れないとね、その微妙な瞬間ってなかなか取りにくいんですけど、プロキャプチャーだと一発で取れます。これで、3200が固定だっけ、そうではないのか。ではない、それは自由に変えられます、うん、あのプロキャプチャーに上限ってなかったですよね、シャッタースピードの。あ、そうだっけ、うん、なかったと。俺あんまり複雑さは使ってないけど、ただかなり面白いの撮れるな。そうですね、うん、使いこなすと、だからあの機能に使われるんじゃなくて、うん、自分がどう撮りたいかで、それに必要な機能は何か、どう使うかっていうのを考えると、うん、まあ面白い絵面になるかなっていう気がします。あの今のオリンパスで OM の機材はね、あの非常に優れものっていうか、できすぎだよね。できすぎですね、うん、まあすごく使いやすいです。使いやすいです。だからいかに構図を使って作るか、要するにだからあの、被写体、主役の被写体と、距離感だとか、そういうこう先からあの鈴木さんも言ってるように、前段階で準備段階でどれくらいの距離、今 Google で見るとあの地図でも分かるし、外あの川幅も理解できるだろうし、でじゃあ東は北はどっちから太陽が当たってくるとか、そういうこう計算もできてくるんで、あのちゃんとしっかり求めて現場に行くとかなりいいものが作れるんじゃないか、期待できると思いますよ。そうですね、うん、これもあの太陽の当たるところがあの川の西側と東側で時間が変わってくるので、こっち側だと何時頃から日が入るかとかいうのも見て撮影に行くのでね、やはりその辺はちゃんとシミュレーションしておかないといけないですね。というのは光がどっちから入ってくるかによって、順光なのか逆光、反逆光なのか、 そうそうそう、それによってしぶきっていうか飛んだ時の見方が、見えられ方が全然違ってくるんですよね。だからその辺もあの現実的に計算しながら撮っていくと、午前中はいいのか午後からいいのかとかですね、だから下準備を計算しておくと、彼女みたいにやっていくと精度の高いものを作れるっていうかと思います。はい、準備は大事です。はい、これはですね、あのそうです、あのプロキャプチャー使ってます、これはあのゴイサギが今度は下から上がってくる鮎を狙ってるんですよ。それを捉えようかなとしてるんですけど、なかなかこの時は上がらなくて、ずっとここにいたんですね。そうするともう岩みたいな形になって、トンボがですね、岩と思って止まっちゃったんですよ。あなた止まったのねと思って、で初めはここのこの子のゴイサギの尾っぽの方に止まってたよね。なんか知れると違うな、尾っぽと思ってじーっと見たら、あら、トンボいるじゃない。で、それがひょいって飛んで、肩のあたりにまた止まって、で、それがひょいって飛んで、頭に止まろうとしているところを、プロキャプチャーで撮ってます。で、ちょうどその、ピントはね、このゴイサギの目に合わせてるんですよ。で、ちょうどその目の位置に、トンボが来たところのコマを拾って両方ともピントが来るような感じに仕上がってる。楽ですよ、プロキャプチャー。そうだよね。あ、これ被写界深度どれくらいだったんだ。これはね、あ、それは絞ってないんですよ、うん、F5.6 なんでそんなに高くはないですよね、被写界深度は。だから顔のもう周りくらいまでしかピンはジャスピンにはならないんで、うまくその近くにトンボ来てくれたなと思って、ラッキーと思って、仕上がった時にね、あー、うまくピン来てるわーと思って。これしっかりねピンと合わせないとね、やっぱり死んじゃうんで。そうなんです、うん、もうちょっと絞ってもいいんですけど、ただあんまり絞りすぎると背景が邪魔して、うん、背景がね、あの煩わしくなるので、で大体まあ 5.6 か、もっと背景が抜けてればまあ8くらいまで絞る時もあるんですけど、このくらいの距離感だとやっぱりあんまり絞れないかなっていう感じですね。あのだから使うレンズのミリ数によって絞りの調整だとかしていくと、かなり精度のいいもの、あの満足するものが取れると思いますね。でもこれを初め私出した時はゴイサギが全部映ってたんですよね、先生に見せた時。だけど先生が
主体は何なのって言われて、やっぱこのカモとトンボだよねって言ったら、潔く切りなさいって言われたの。だからもうね、尾っぽと下をね切ってドーンと持ってきました。やっぱり見せる、何を 見したいかっていうか、主役と脇役っていう非常に大事なんです、写真にとっては。主役を要するに引っ張り上げるっていうか、持ち上げるための脇役なんで、それが背景なのかトンボなのか何なのかっていうか、だから写真って必ず水戸黄門じゃないですけど、助さん格さんみたいに、要するにバランスを取っていく脇役が非常に持ち上げ方ですよね、非常に大事なんです。これはやっぱりもう余計なものをぶっとぶった切った方が自己主張が強くなるっていう。そうなんです。ただね、トリアはどうしても全体入れたくなるんでね、なかなかそこまで潔くいけないっていうのがありますけどね。はい、では次いきますかね。あ、これはですね、初めゴイサギがここの、テーブルのところで、ね、餌取ってたんですよね。ところが前のこのちょっと池っぽくなってるところが波立ってきて、なんかいるなと思ったら、鵜が 水中に潜って鮎を追っかけてるんですよ。で急にこう潜水艦みたいにこうバーって浮上してきたら、ゴイサギがびっくりして慌てて飛び去ってるんですよね。でここよく鮎が取れるんで結構取り合いになるんですよ。でこの鵜がどけよっていうような感じで、もう口開けて威嚇して追い出しにかかって、結局ゴイサギさんは逃げていってしまいました。これはちょうど羽が上に持ち上がった時なんで、バランスは非常にいいよね。背景も邪魔しないし、ちょうどいいタイミングっていうかポジションに押さえてるんで、はい、うん、これは良かったと思います。これ、はい、ちょっと逆光気味なんですけど、まあそれでもこうちょっと陰影がね、サイド光だから少し陰影が出てていいかなっていう気もしますね。では次、よいしょ。あ、これはね、青大将です。青大将が席を泳いでたんですよ、こんな感じで。でその前に私は他の鳥を撮ってたんですけど、鳥が一斉に同じ方向を向くんですよね。だから何かいるなと思って席をこうやって探ってったら、青大将がこうやって泳いでた。でそうするとその青大将に対して、まあ鳥にしてみると天敵ですからね、まあ、いっぱい集まってきてこの周りを取り囲って追い出しにかかるんですよね。でこの2羽もそれで一生懸命追い出しにかかってるっていうところで、まあ、手前が笹ゴイの成長で、奥がゴイサギの幼鳥で、よく星ゴイって言われてる幼鳥なんですけど、普段はね喧嘩するんですよ。でもやっぱりこういう時は、まあ、共同戦線を張って異種間同士で追い出しにかかるというようなシーンがあって、ちょっとこれ珍しいなと思って今回持ってきました、うん、こういうちょっとヘビーっていうのは珍しいな、広瀬川では。広瀬川ね、うん、結局去年1年間でヘビがあったのはこの日だけ。ああそう。これ本当に野生の戦いっていうかね、この辺は動物、生物のあれだろうね、本能ですよね、本能的なものっていうかね、うん、現実をすごいな、なかなか。いや、ヘビアリだと知らなかったけど、ヘビ、ね、泳いでんですよ、幻じゃなくてよかったなと思って、うん、ここからはですね、その背景を主に重視した作品を集めてます。これはカワセミの幼鳥ですね、メスの幼鳥なんで、ちょっと羽の色が茶色っぽいんですけど、これ遠くの方からこう泣きながら飛んできてくれたので、まずそっちにカメラを向けてフレームに入れるのね。でこう半押しで追いながら自分の近くに来て、そろそろいいかなって時に全押しして撮った写真なんですよね。でちょうどこの背景の緑の映り込みが水辺にあって、でスレスレに飛んでくれたんで、この
カワセミもこの水の方にこう逆さに映ってて、まあ、2羽でね連れ立って飛んでるように見えてるなと思って、でこれ OM1 になって、あの以前使ってたあの OMD のマーク3だとここまでピント来ないんですよ、追えないんですよね。でも OM1 になったらやっぱりフォーカスがだいぶ良くなって、このピントが来るようになって、これは機材変えて良かったなと思いました。次は、あ、これですね。これなんかよくね質問されるんですけど、この背景何ですかって言われるんですね。なんか結構ここで見た感じに合成ですかとか言われることも多かったんですけど、これ合成じゃなくて、これは近くにあの御嶽不動尊っていうあの不動尊があって、でそこにあの鎖にこの細長い布切れをこう鎖にくくって水の中にこう沈めてあるんですね。でそこに魚が寄ってくるので、そこその魚をダイサギが狙って、そのダイサギを私が狙って取ったっていうような作品です。これもこの背景のこの赤とかがすごく効いてるかなと思って今回持ってきました。これはちょっと珍しいよね、広瀬川っていうか川でこういう海上っていうのは、こういう場所があるっていうのを地元の人でも知らないんですよ。知らないか、うん、この作品見て初めて、え、まさかと思ったんだけど、ただ一つはね、昔はあの染めで広瀬川で洗ってたのは、そう、あの昔染め物やってましたからね。そうそう、うん、でその染め物に似てるんで、お題としてはかんざらしっていう題をつけてあるんですけどね、うん、はい、次に、これはですね、もう撮影疲れたから帰ろうと思ってレンズを外してボディもしまってリュック背負って川沿いをポクポクポクと歩いてたんですよ。疲れたなと思ってふっと川を見たら、中腹のこの流木にサギがね、初めね3、4羽止まってたんですよ。だからその背景がね、あの夕日に照らされて、ただこれ直接夕日の照らしじゃなくて、川の対岸のマンションの窓に夕日が照らされて、そのマンションの映り込みが後ろから入ってる。だから逆光ではないのね、太陽は手前から来てるんですよ。ちょっと一見見るとね、あの逆光かなっていうか、だから誰かもあの光具合っていうか、あのイエロー、金色っていうか、そうそう、この金色がね、それがね、よく出たな。これが結構綺麗だったんで、思わず、なんでカメラ閉まってる時にこういうのに出くわすのかなと思って、でもまだ止まっていそうだから、結局閉まったカメラ全部出して、一から立て直したっていう、そんな感じですね。ただこれはね、あのバランスが難しかったと思う。そう、あの要するに鳥の、あの濃度と背景の反射率と。そうなんですよ、鳥はあんまりあの潰したくないし、背景は飛ばしたくないしって言って露出を結構取り直して言いましたね。やっぱりね、鳥の要するにあの白い毛っていうか、白い鳥って一番取りにくいですよね、ディティールが出ないんですもん。これがね、あの飛ばしたらもう意味がないし、そうなんですよ、やっぱその辺の微妙な色具合っていうか調整だよね、うん、多分これはあの苦労した一つだと思うな。もう悩みました。では次、あ、これだけあの広瀬川ではなくて、私は神奈川県に住んでましたから、あの大磯海岸の照ヶ崎っていうところ でこれまあ有名で、あの天然記念物になってるんですけど、丹沢からその海水を飲みにこの岬まで毎日アオバトが通ってくるんですね。でそれの通ってくるんですけど、こうもうちょっと穏やかなところで飲めばいいものをですね、沖の激しいしぶきが上がるところで飲みたがるんですよ。でこのしぶきで結局あの流されてね、死んじゃう鳥も結構いるんですけど、やっぱり新鮮なのがいいんですかね。でそのまあだから命の取り合いしながら必死になってこう補給してるんで、その迫力を出したいんで、この波がこう上がるのをひたすら
待って上がったと思った瞬間に撮った作品ですね、うん、やっぱりしぶきが一番キーワードだよね。それとあと下の水の動きっていうかうねり、これがねすごい印象強いんですよ。だそれでそこに青葉と、青葉と、うん、あれよくだからこれを殺されないでよく生き、要するにバランスよく収まってるなっていう、うん、これ結構夏場ですからこのしぶきが飛びやすいんですよ、あのハイライトがね、うん、で結構大変でした。ハイライト飛んじゃうとね意味がないですね。そうなんですよ、うん、ただやっぱり一つと一つ一応右上のしぶきちょっと上全くこうどうかなと思うぐらいのところまでちゃんとしっかりちゃんとしぶきの感覚が出てるしね、バランスはね非常に、だからこの写真もそうなんだけどその音がねザブンとくるような音が聞こえるような写真に仕上がってるんで印象強いと思うね。そうなんですよね、写真からこの絵面だけじゃなくて他のものがこう伝えられるような写真っていうのをやっぱり撮りたいなと思って常に心がけていますから、やっぱりその辺がね非常に大事だと思うんです。単なる平面っていうか一面じゃなくて要するに音なり味覚っていうか五感が要するに伝わるような写真を撮っていくこと、それは演出の問題だと思う。シャッタースピードの問題だとかいろんなその工夫っていうか背景をどういうふうにすると置くかですね、その辺のバランスがうまく伝わってくると効果が非常に浮き出てくるっていうか主役が本当にバランスよくバッと前に出てくるって感じですよね。はい、ありがとうございます。よいしょ、あ、これもしぶきなんですけど、これミサゴが、アユを捕らえて飛んできてくれたところなんですけど、これももう終えて帰ろうと思って後ろを向いたら鮎を掴んで川からちょうど上がってるところが見えたんですよ。で慌てて走って近くまで降りて視界を広げてね、で追いかけ始めた。でこれが川の対岸の方にマンション群がずっとあるんですよ。で初め白いマンション群のところをずっと飛んでたんですけど、でもうちょっと暗い、黒い質感のマンションのところにかかりそうになった時に何かやってくれないかなって言ったらちょうどそこで羽をブルブル広げてくれたんですよね。それでこう羽を一番最初に上げた時にこうしぶきがバーッと散ってありがとうって思わず言いながらシャッターを押してました。これね意外にあとアユ取ったばっかしのアユなんで、そう血がね、うん、なんかこれでこう命のやり取りをしてる感じがすごくするなと思って、うん、非常に生っぽいよね。でもね撮ってる時はねこの血まで分かりませんでした。プリントして血が出てるって思ってうわーすごい野生って感じがして、鮮度のいい血なんだ綺麗な血だよ、よく見ると、うん、すごいなと思って、この効果あったらやっぱり水しぶきだよね。そうですね、羽から出てる、ね、羽からちょうどこのね左側のこの、うん、最初この羽からバーって飛び散った瞬間がうまく映ってたんで、まあ、この後のコマもあるんですけど、ね、前後のコマもあるんだけどやはりこれが一番私としては気に入ってたので持ってきました、うん、でこれ逆光なんですけどやっぱり3、4逆光に強いですよね。綺麗に出ましたね、はい、いや逆光だからそう逆光だからねこのしぶきは出るんだけど、ただあんまり逆光だとこうトーン潰れちゃうんですよ鳥の暗くなって。でも結構3、4も逆光に強いなって思いましたよ、うんうん、微調整だよなとね。そうですね、うん、よいしょ、なんかね今回こう来てくださった方の話を聞くと結構これ人気あったんですよ。でも実はこれ最初1回落ちたんですよね候補から。で復活当選して持ってきたんです。これはね仙台藩伊達藩の門ですよね。竹にスズメ、竹にスズメ、ちょうどこのスタイルだからこれもいいんじゃないって最後に滑り込んであそこにいるこれ伸びた木ですね。
飲み滝がちょうどこうこっちを向いて止まってくれて、ただ羽を揃えるぐらいっていうのは珍しい。で正面向いてこうね揃った瞬間っていうのはなかなか見る機会がないって皆さんおっしゃるんですけど、大体人がいると正面に来なくて脇とかね後ろに飛ぶんですけど、私隠れてるんですよ。レンズをちょこっとだけ出して私はもう完全に隠れてるので正面に来てくれた。やっぱり警戒心はない方が ね、うん、やっぱり警戒心がない方が自然な姿を見せてくれるんで、だからいかに自分を隠すかっていうのが、それこそ自分も余談だけど、あの競馬場の撮影した時にこうコーナーから入ってくる馬、それやっぱりあの溝、関係者しか入れないんだけど30センチぐらい掘ってるあれなんですね、雨水を流すやつ。でそこに体を埋めて長玉で取ってと、そうするとあの馬がね飛ぶんだよね、飛ぶようにあのコーナー なおさらそれでポスターにしたことあったけどね。ちょうど溝で先生の体隠れるわけでしょ。そうあのだからやっぱりこういう動物っていうのは気配させちゃダメですよ。だって馬はほら足が命だから、そういうとこ寄ってきたりじゃないからね。特に馬はね敏感なんで、人の気配っていうのは絶対ダメ。これがあの最初私がそのね長径写真を撮るあのきっかけになった写真ですけどね、とっても古い10年以上前の写真で、ボディも EM5 の初代です。でレンズも75-300 っていうあのそこにありますけど、あの非常にお安い、今45,000円くらいでしたっけね、そんなレンズなんですけど、それでも撮れますのでいやあのレンズに関してはね、さっきも言ったようにプロレンズはまず文句ないです。であの最近のレンズは安いレンズでもあの自分たちフィルム自体の設計が変わってるんですよね、レンズそのもの自体の。それとあの精度はやっぱりコンピューターでやってるんですごい良くなってます。安いといえどもなおプロレンズってなおいいですけどね、うん、私もあのプロレンズが出るまではあの一応悪いんですけど、このレンズだとちょっと物足りなかったので、あの望遠鏡のレンズを改造して EM5 にくっつけてましたでそれで撮影してたんですよね。で34が出た時にもう即予約っていう感じでしたね。これがラストですかね。でこれはあの青ゲラさんがですね、これは今年の春先ですね。なかなかあの今年雪降ってくれませんで、で雪と鳥を絡めたいと思ってたんですけどなかなか撮れなくて、これが最後だなと思って雪が降った時にカバン引っ下げて近くのお寺さんに歩いて行ったら、ひょ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 って鳴いてんですよ。で、なんかいるなと思って探したら、この杉の木をひょ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 登りながら、つついて虫を食べてたんですね。で、ちょうど雪があるし、あと背景にちょっと玉ぼけが出るような位置で止まってくれて、で、ちょうど上をね、見上げるように止まったので、その瞬間にシャッターを押したっていう感じですね。なんかやっぱりこういうあの写真にストーリー感じさせるよ。だからこういうあの要はドラマを作るとかストーリー性があって、それでもう一つはあのアイライト入ってるんですよね、こういうあの鳥の目に。でこういうあの小さな鳥であってもですね、やっぱりアイライト入ってるか入ってないかでまた雰囲気変わってくる。訴え方っていう生命力が全然違ってくるんですね。今ちょうどあの東京は選挙やってますけど、僕も国政の随分やってきましたけど、あのアイライトの作り方っていうハイライトの入れ方でこのあのなんだろうあの撮れるか撮れないかぐらいの感じも分かりますね、こうポスター見ただけで。っていうかあのこの人大丈夫かなっていうか、線が弱ければちょっとライティングちょっと変えていくとか、ピッとキーライト入れるとかで、特にアイライトの入れ方によって相当変わります、人は特に。
ただこういう動あの生物もあるかないかで全然ニュアンスが変わってくるんで、やっぱり生命力とか何か与えるには光があった方が訴える力はあります。だこの全体の写真、なんかあの雪がこう降ってきて、なんだろう、あの寒々としたこう自然界の厳しさとかなんかはちょっとこう伝わってくる。非常にこれまたあのシンプルだけど感じさせる作品になってますよね。で、以上これで作品の案内は全部終わりまして、うん、時間も3時となりましたが、そうそう、ちょっと最後に、はい、あの要するにね、あの撮影するときにこうキーワードいっぱい作るんですよ。それで今作品をずっと見てきても分かると思うんですが、あのまず目的、要するに被写体が何をあの主役にして何を脇役にするとか、あとそういう環境だとか、それとそれにあの準じたレンズは何なのか、カメラはどうするかとか、そういったあのものを前段階で撮影する前にそういうこうそれなりにちゃんとしっかりあの準備していくと、いい作品が撮って、要するにあの突然、確かに突然もあるんですが、必然的にいいものを撮れると思います。いや、ぜひあのこれからどっかロケとかいろんな人物なり、鳥なりいろんなあの花なりですね、例えば花でもあの小さな女性だったら手鏡でちょっとあの反射させるとか、なんかちょっとした工夫をやっていった方がよりいいもの、生きた写真が撮れると思います。はい、こんな感じでちょうど、ね、時間となりましたので、うん、皆さんもまあ拙いお話でしたけれども、何か一つ参考に持って帰れるものがあったら嬉しいと思います。どうも長い間ご視聴ありがとうございました。